夜中駅図鑑奈良県版第4弾ということで来ております。近鉄大和西大寺駅です。大和西大寺駅は最近南北自由連絡通路が作られて、歩行者が踏切を通らずに北側と南側を行き来できるようになったんですよね。はい、夜中駅図鑑奈良県版第4回目ということで、今回は大和西大寺駅に来ております。前回第3回では京都駅ということで始まって、早速奈良県外という番外編でしたが、今回はねザ奈良県という感じで、橿原線、京都線、そして近鉄奈良線をつなぐ重要路線、重要駅な大和西大寺駅ということで見ていきたいと思います。エレベーター部分、エスカレーター部分や駅前のロータリーなどはまだまだ目下工事中でして、現在も工事の最中を見ることができますね。この南北連絡通路ができるまでは、北側から南側に行くのに西の方にある踏切か、もしくはまあ地下通路を通るのが一般的でした。でもその踏切もめちゃくちゃ電車がたくさん来て、タイミングが悪いとね、かなり長時間待たされてしまったりするんですよね。地下通路もね、階段の上り下りなどがあって、まあ、車椅子の人とか、無理な人は無理だという状態でした。毎度のことながら、ウィキ先生によりますと、奈良線と京都線、橿原線が平面交差する形で乗り入れており、橿原線、平畑駅を介して天理線から直通する急行、普通列車も乗り入れています。歴史的には1914年に大阪電気軌道上本町駅から奈良駅間が開通し、西大寺駅として開業。開業当初は短い編成の小型車が止まる小さな中間駅に過ぎなかったらしいですね。それが今ではこの駅の停車列車は特急列車および観光特急島風も含めた全定期旅客列車が停車するという、近鉄にとって今ももう超重要な駅となっているんですよね。4、5番乗り場の特急以外の列車は両扉扱いを実施しているため、3、4番ホームと5、6番ホームとの間は停車中の列車内を経由して移動することができますよね。一般的には平城宮跡や西大寺というお寺、またや、秋篠寺の最寄り駅で利用者数も多く人の絶えない駅なんですけれども、タモリクラブでも紹介された、タモリさん自身もおすすめする全国的に有名な平面交差する駅なんですね。まあただ平面交差の駅っていうのはそこまで珍しくないですよね。大和西大寺駅が特に注目されるのは一体なぜでしょうか。平面交差において例えば南北を走る列車は東西に走る列車が壁になってスムーズに進めないということがあります。列車が1時間に1本なら話は難しくありませんが、大和西大寺駅は列車が各方向へ数分ごとに頻発します。それら多くの列車を平面交差の壁による影響を最小限に抑えつつ走らせるため、大和西大寺駅ではパズルのような列車さばきが行われており、それが鉄道ファンの人気を集めているんでしょうね。28基ものポイント分岐器を駆使したとても複雑な配線になっています。列車がうねうねとポイントを渡りながらあっちへ行ったりこっちへ行ったり、どの線路に入っていくのだろうかとその姿を見ているだけでも面白いでしょうね。今はちょっと夜中なので列車が走っていないという点では残念ですが、今は午前2時半、そうミッドナイトですよね。電車が走っていないんです。そして通行人や車もほとんど通っていないので、踏切内にカメラを置いて撮影してきました。大和西大寺駅はそうしたパズルをうまくクリアすべく線路の配置が工夫されているのが見どころなんです。
大和西大寺駅南北自由通路及び南口駅前広場完成イメージ図とのことです。ああ、さっき言ってた南口駅前広場ですね。これが完成するとこのイラストのようになるんでしょうか。素晴らしいことになりそうですけども、大和西大寺駅南北自由通路整備工事についての説明がここになされています。鉄道施設により分断された南北を高架でつなぐ歩行者専用道を整備しているとのことですね。今目下工事中ですね。これが北側広場の完成イメージ図です。まだエスカレーターやエレベーターが工事中ですので、今どんどん工事している最中ですね。この先はかなり暗いので単焦点のちょっと明るいレンズ F1.4 のレンズがあるんで、それをつけて歩いていきたいと思います。ちょっとね、これはでもマイクロフォーサーズで 25mm、 つまり 35mm 換算の計算で 50mm になりますので、ちょっと望遠になってますんで画角が狭いですね。まあちょっと気になさらず、もう真っ暗なんで明るく撮るにはこうするしかないんです。スタバもあります。真っ暗です。奈良ファーの方にね行きましょう。奈良ファミリーは1972年に開業した日本初の二角型大型ショッピングセンターです。僕も奈良ファーには子供の頃から何度も行っています。奈良北部の人間には馴染みのあるショッピングセンターでしょうね。子供ながらに二角型っていうのをなんとなく分かっていまして、高級なお店がいっぱい並んでいるっていう方が近鉄百貨店で、普通にうろうろしやすいって、まあ庶民的な商品がいろいろと置かれている方がジャスコって、そういう風にね子供の頃はそんな認識がありました。奈良ファーの前のあたりまでやってきました。なんとか見えるんですけれども、なあ結構ね奈良ファミリーゾロっていう名前になってるんですね。最近このゾロっていうのがついたみたいで、ね、ルフィのお友達を思い出しますが、またねシルクロードの東の終着点であった平城京の付近に立地していることから、シンボルキャラクターとしてシルクロードを旅するポコラっていうラクダのキャラクターがいます。シンボルキャラクターがラクダってなかなかないですよね。でまあ僕がよく行っていた頃はラクダの大きなモニュメントが中央広場みたいなところにボンと置いてあって、特定の時間になるとそのラクダが動いたり、中からシルクロードの旅人の人形みたいなものが出てきて、なんかそれが面白かったなっていう記憶があります。ちょっと怖かったような気もしますね。この奈良ファミリーと隣接する三和シティ、まあ、駅にも隣接する三和シティですね。三和シティ西大寺は奈良時代に建立された尼寺西龍寺っていうお寺の跡地に立って、建設工事中に出土した遺構が展示されたりしているらしいですね。そしてこの奈良ファミリーの屋上には機関車とか、まあ、ゲーム機などが並ぶ小さい遊園地があったんですけれども、まあ、そのハーモニーキッズっていう遊園地があったんですけれども、僕もね何度も行ったことがあったんですけれども、なんとこの度2020年11月15日ほんとこのタイミングで閉園してしまったとのことらしいです。本当に馴染みのある場所の閉鎖っていうのは寂しい気持ちにもなりましたが、新しいねまた変化が訪れるんじゃないかっていうところもね、また楽しみにしたいと思います。というわけでお送りしてまいりました大和西大寺駅ですが、もう撮るものもなくなりましたので今回はこれで終わりにしたいと思います。今回もどうぞありがとうございました。